新しいイギリス人女性がめちゃむずいと。じゃあどうやって対策したらいいのかっていうね、私の裏技を教えましょう。僕は他の人より有利なんですよ。これが英語試験マニア。ハローで始まりました、もてつチャンネル。さあ今回はですね、トイック攻略の裏技というのを教えようかなと思います。あまりね、言いたくなかったんですけど、言っちゃいましょう。まあ昨日ライブでね、ちょろっと言っちゃったんですよ。なんで、まあライブ、今アーカイブが、いわゆるメンバー限定のものになってますんで、まあ皆さん見れないんで、なんでちょっと教えちゃおうかなと思いますね。で、最近のトイックはですね、やはり新しいイギリス人女性の音声がめちゃむずいと。音声がめちゃむずいって流れだ。とにかく早いし、こう、ペラ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 みたいですね。慣れてない人が多いと思うんで、そこのね、ちょっとまず対策っていうのを教えちゃいます。で、やっぱり僕らってイギリス英語を習ってこずにね、やってきちゃってる人が多いので、やっぱ学校でね、習ってないって人多いと思うんですよ。で、まあそれだけじゃダメでしょう。世界的にはやっぱりイギリス英語の方がかなり多くの範囲でね、使われてますから、いわゆる共通テストなんていうのもイギリス英語の割合がだいぶ多くなりました。イギリス英語の表現だったりとか出てくるんですよね。で、トイックもちゃんとイギリス英語っていうものをたくさん入れてきているんですが、じゃあ、この音声、どうやってやったらいいの？まあ、前はね、オーストラリア人男性がね、一番難しかったんですよ。すごく、やっぱね、音質が悪かったので聞きづらいっていうのがあったんですが、今はやっぱりイギリス人女性ですね。新しいオーストラリア人男性は、前のオーストラリア人男性より聞きやすい。じゃあどうやって対策したらいいのかっていうですね、私の裏技を教えましょう。私はですね、いろんな教材、まあ、作ってきてるわけじゃないですか。で、日本の教材っていうのはですね、知ってる人なんですよ。まあ、この間もレコーディング行ったんで、誰だか知ってるんですよ。喋ってるシーンを何度も見てるんで浮かぶんですね、場面が。で、リスニングっていうのはですね、場面が浮かぶと強いんですよ。これをぜひ知っておいてほしいんですけど、その喋ってる人がですね、こう浮かんでくると実は聞こえやすくなるっていうのがあります。だから英検受けた時に僕は他の人より有利なんですよ。なぜかって言ったらですね、話してる人を知ってるからですね、浮かぶんですよ、誰が喋ってるっていうのが。あの人がこういう感じで喋ってんだろうなっていうのがもう頭に浮かんでくるんですよ。で、日本の教材って大体同じところで録音されてるし、同じナレーターさんたちなんで、だパッと浮かぶと。それに対してトイックっていうのはですね、もう ETS の人たちが撮ってるんで、ETS ってトイック作ってる人たちね。だから浮かばないんですよ、なかなか頭に。じゃあそこをどうやって対策するのかっていうんですけど、2人のナレーター、イギリス人もオーストラリア人も喋ってるところ公開されてます。はい、教えちゃいます。え、そんな公開されてるんですか？どこに公開されてるんですか？トフルエッセンシャルズっていうテストのウェブサイトに出てます。トフルエッセンシャルズっていうのはですね、新しく作られた試験です。トフルよりも優しい試験になってるんですけど、そこのですね、スピーキングセクションに実はですね、インタビューっていうところがあるんですね。で、そのインタビューっていうのは映像が出てきてですね、喋ってるシーンが映るんですよ。トイックスピーキングはインタビューのところで喋ってるシーンは映んないですね。でトフルスピーキングはですね、実際にはーいみたいな感じで喋るんですよ。映像があって喋るんです。で、テスト1にオーストラリア人男性がこうやって喋ってるんです。あの声の人ちょっと意外と年いってるのねみたいなね、思った人もいると思うんですが、で、テスト2の方では、はい、イギリス人女性喋ってます、このように彼女が喋ってくれてます。あれ、結構若い声なのに年いっちゃってるのねとかってね、二人とも思ったかもしれませんが、まあ、ベテランなんじゃないですかね、プロなんじゃないですか、で、専属なんじゃないですかね、多分ね、という形で喋ってるシーンがあるんですよ。なんでやっぱり今回かなり苦戦したんですね、僕自身も。パート2で、うわ、やっぱきつい、この人の声やばいわって思って、で、パート3からすごい集中したんですよ。それでもやっぱ早いし、場面がよくわかんないものが出てくる、まあ一般の受験生にはですね、出てきてたんで、うわって思って、その時に彼女を頭の中に浮かべてですね、戦ったんです、私は。そうするとですね、場面がやっぱりね、浮かびやすい。まあちょっとね、空港関係のね、仕事の先輩になって出てきた時とかね、上司として出てきた時とか、もうこの人が上司になってるっていう風に浮かんだりとかしてね。そうするとやっぱり聞きやすかった。それでもやっぱ大変は大変でしたよ。パート3、4、うわっってなったけど、結構持ちこたえられたなっていう印象ですね。それでも分かんなかった2問中、聞き逃した2問中の1問は彼女だったんで、しまったっていう感じだったんですが、まあ持ちこたえました。だからやっぱね、場面を頭に思い浮かべるってとっても大事なんで、これ絶対頭に入れといてください。
場面が頭に浮かぶと聞きやすくなるってことがすごく多いので、それでも浮かばないんですよ。まあもちろんそうですね、語彙力とかなかったら浮かばないじゃないですか、当たり前なんですけど、知らない表現はやっぱ分かんないんで、難しい表現もとにかく出てきますしね。まあよく言うミューラルとかね、壁画っていうのもこんなん知らないわみたいに、ね、なるだろうし、ヒューとかねいう表現、これツイッターで言ったんですけど、そうヒューって出てきたから意味は知ってる、カラーの意味であるとかね、ティントの意味、色合いの意味だっていうのは知ってたんで、でもどういう時使うんだろう、文語って書いてあるけどどういう場面で使うのかなって思ってね、昨日オンライン英会話で聞いたら I've never seen it、 見たことないって言われちゃって、うわーみたいなね、結局分かんなかったんですけど、でも知らない単語が出てくるとやっぱ分かんないじゃないですか。だからやっぱ当然単語の勉強っていうのはやんなきゃいけない、単語力を上げないと場面が浮かばないっていうのはありますよね。リスニング何にも聞こえなかったら当然場面なんか浮かびようがないですから。でプラスでやっぱり超高得点を目指すんであれば、いろんな場面を見ておくっていうのは大事だなと思いました。やっぱ今映画とかドラマとかすごい見れるじゃないですか、そういうのって結構重要だなって思ってて、昨日もだいぶリスニング中では今までのドラマとか映画とかで見てきた場面がたくさん出てきたんで、ああこういう場面なんだっていうね、その状況が分かるって大きいなと思いました。やっぱ社会人の人に有利だっていうのはすごく分かった。場面が浮かびやすいっていうのはリスニングだけじゃなくてリーディングでもそうなんですよ。リーディングでも字でブワーッと書かれててうわーってなるかもしれないですけど、その状況がファン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 って浮かんでくると、あなるほどって言ってスッと解けたりすることがあるんですね。そのスッと出てくるのが多くなりました。やっぱり自分が経営者として働くようになって、今までだったらただただ、まあ、英語の先生っていう形で自分の経験ではない、実体験ではないものとしていろんなものを見てきました。それが今実体験になってるので、いわゆるこの会社に依頼したとか、昨日もプリンターの話が出てきましたけど、自分のところもね複合機をリースで借りてるわけで、いろんな会社とやり取りしたりもしたんで、不動産だって実際いろいろ借りたりしてるわけで、場面としてねすごく浮かぶんですよ。だからこれってね大事というか強いですね。やっぱり他の人にはなかなかできない。そんなこと言ったって社会人じゃないですよ。そんなこと言ったってそんな場面知らないっすよ。わかります、そんな気持ち。じゃあどうすればいいんですか。まずはやっぱりたくさん問題に触れることですよ。問題に触れていくことによってトイックに出てくる場面っていろいろあるので、やっぱり多く出るものってあるので、そうやってどん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 触れていくことによって潰していく、これ大事です。そうだからやっぱり両方ですよ、それが大事。そしてもう一つ、やっぱりトイックを難しくしている理由として、情報処理。そんなの推測できないっすよ。そんな照らし合わせなんて気がつかなかったですよ。うん、いっぱいありましたね。そういうのもね、昨日のライブでもたくさん質問が来たし、答えが割れてたりとかねするものもたくさんあったんですけど、やっぱり引っかかっちゃってるのは経験値が足りない、まあ、公式問題集でもいいですし、模試でもいいし、たくさん実際の試験を受けるのがまあ一番いいんですけど、高くなっちゃったからね試験ね、本当に大変なんですけど、それで経験を積むのが大事ですね。ああこうやって照らし合わせるんだっていうのがいっぱいある。あこれ答え出ないよ、答え出ないよ、なんで出ないんだよって言ったら、別のところと照らし合わせて答えを出すとか、別の文章と照らし合わせて答えを出すっていうのいっぱいあります。でどうやったら分かるようになるんですかっていうんですけど、経験値です。これはやっぱり照らし合わせるんだっていう気持ちを持ってた戦いなさいって言うんですけど、でも経験したことがないと分かんないんですよ。そうだから経験です。経験値を積むことっていうのがやっぱり一番の対策なんです。この書かれてる場面浮かばないよ、どういう状況なんだよ、経験値ですね。まあ実際に経験する、もしくは読んだことある、見たことあるとかっていうので経験値を積んどけば対策できる。この問題どうやって照らし合わせんの、経験値。推測、どうやっての経験値。この穴埋め問題わかんないよ、パート5の答え、これも合ってるように見えるよ、実は過去に出ていますってことがほとんどですね。経験値だから経験を積む、まあ、トイックスキーマって呼んでるんですけど僕はね、背景知識、それをいかに貯めておけるかっていうのが勝負なんですよ。そういうのがたくさん溜まってる自分ですらミスっちゃうわけなんですけど、最近のトイックはむずい。でもやっぱり戦うためにはいろいろ対策していかなきゃなと思ってますね。はい、という感じで今回はですね、難化したトイックを倒す裏技教えました。もう裏技っていうほどのものではないかもしれないですけど、後半話したことは前半は完全に裏技ですね。これは知ってる人はほとんどいないと思います。これが英語試験マニアという感じでした。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらぜひぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ユーテラでは共通テスト対策講座始まってますので、ぜひぜひそちらも視聴してください。 Thank you for watching.